はい、皆さんこんにちは、岡八リノベーションです。11月に入って、だんだんと朝晩も寒くなってきました。去年自宅に DIY で薪ストーブを設置しまして、そろそろまたねストーブ使いたいなと思ってるんですが、今年はですね一つ問題がありまして、我が家の三男が1歳になってですね、いろんなところをねこう歩き回るようになったんですけれども、ストーブの周りが本当に大好きで、影に隠れてみたりとか、バンバン叩いて遊んでみたりとか、そんなことをねずっとやってるんですね。それでそのままだとちょっと危なくて使えないので、ストーブの周りにこう囲いをして安全に使えるようにしていきたいと思います。それでどういうデザインにしようかいろいろ考えてたんですけれども、木材だけで作るとちょっと可愛くなりすぎてしまうかなというのもあって、今回は木材と鉄を使って囲いを作ることにしました。今からですね、その制作の過程をお送りしていきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、まずは大まかな位置決めと高さの決定を行います。今回使うワイヤーメッシュは本来コンクリートの中に仕込んで強度を高めるための骨組みなんですが、ホームセンターなどで安く手に入ります。ただですね、とても錆びやすいので店によってはかなり錆びているものしか置いてない場合がありますが、錆落としが手間なのでなるべくね錆びてないものを選びましょう。ワイヤーの目が粗くて手を入れることができてしまうので、子供が届かないように必要な距離を取ります。今回はストーブから40センチ離して設置します。ワイヤーメッシュの購入時のサイズは2メートル ×1 メートルで2枚購入したんですけれども、高さ50センチでも問題なさそうだったので、1枚を半分に割って使用することにします。ディスクグラインダーを使ってワイヤーメッシュを切断していきます。ディスクは金属切断用のものを装着してます。グローブと保護メガネは必ず着用しましょう。ディスクグラインダーのない方はちょっと大変ですけどね、金切りノコとかで切断してください。切断面のバリ取りも忘れずにしておきましょう。次にコーナー部分の曲げる位置を決めます。マスキングテープでマークすると、こういうふうに一気にね、マーキングできるので便利です。両方の長さを測って微調整します。先ほどマーキングした曲げる部分の内側に切れ込みを入れていきます。切れ込みはワイヤーの直径の半分からだいたい3分の2程度までですね。少しずつ切れ込みを入れて曲げながら90度になるまで調整していきます。切れ込みの入れ方によっては角度を自由に調整できます。一気に切るとですねワイヤーを切断してしまうので、そこは気をつけてください。はい、綺麗に曲げ加工ができました。次にですね塗装をしていきます。今回はスチールを錆びにくくする黒錆加工ができるスーパーブルーリキッドガンブルーで仕上げます。手袋をして布などに適量を取って拭き上げていきます。 3,4 回程度塗ると綺麗な黒に仕上がります。ワイヤーの交差部分も塗り残しがないように丁寧に拭き上げていきましょう。黒錆加工は金属の質感が際立つ仕上がりになるので個人的に気に入ってるんですが、1本2000円以上するのでなかなか大きいものには使いづらいのが難点ですね。塗装はですねペンキやスプレー塗装などでもいいんですが、何らかの錆止め処理をしてください。奥が無塗装、手前が1回塗装ですね。このマットブラックの質感が良い感じですね。次は上下の木部品を作っていきます。基準点を画面手前の壁面として長さを決め、鉛筆でマークします。木のコーナー部は留め加工を行います。留め加工とは木材同士を45度にカットして小口と呼ばれる木の断面が見えないように組む加工です。
ちょっと手間はかかるんですが、美しく仕上がりますし、この加工をすることで今回用意したコーナー金具が使えるようになります。この工程はスライド丸ノコという工具を使っています。いろいろな角度で安全に木材を切断することができるので重宝しています。手持ちタイプの電動丸ノコや手動のノコギリでも代用できます。切断した木材を合わせてみます。いわゆる現場合わせというやつですね。切りすぎて寸法が足らなくなったらその木材は使えなくなってしまうので、慣れない方は最初は少し長めに切って調整していくといいと思います。あとですね、基本的には長い寸法のものから切るようにしましょう。今回で言うと正面の木材からカットしていきます。もしですね、カット寸法を失敗しても、短い部品に回すことができます。木材をコーナー金具で留めていきます。今回は金具の穴形に合わせてスリムなビスを使います。インパクトドライバーのアタッチメント先端部分はネジ頭の大きさに合わせて使い分けます。この大きさが合っていないとネジ頭を潰してしまいますので注意しましょう。木材と金具をしっかり押さえてビスを打ち込んでいきます。おっと、ビスが落ちてしまいました。そういう時は手でビスを木材にねじ込んでからインパクトドライバーでちょっとずつ回して、木材にしっかりビスが噛んだら一気に締め込みます。片側上下2箇所の取り付けが完了しました。次はワイヤーメッシュに木のフレームを取り付けるための穴開けを行っていきます。場所を決めてハンマーで叩き、穴開けのためのマークを打刻します。木材を直接叩くとハンマーの跡がついてしまうので、必ずいらない板などの上から叩くようにしましょう。叩くとですね、微妙に位置がずれてくるので微調整しながら進めていきます。ワイヤーメッシュが短くてマークがつかない箇所がありました。その箇所を鉛筆でマークしていきます。下の方も同じようにマーキングしていきます。次は穴開けです。35ミリ角の角材なので30ミリ程度の深さにしていきます。穴の深さの精度はそこまで高くなくていいので、ドリルビットにマスキングテープで印をつけ、その印まで彫り込むことにします。ちなみにドリルビットは100円ショップで売ってるもので十分です。マークにドリルビット合わせて少しずつ穴を開けていきます。屋内でね、作業されている場合は貫通しても床を傷つけないように厚めの板を敷くようにしましょう。はい、どんどん穴を開けていきます。35ミリの幅に対して穴位置がだいたい中心に来るように微調整も行っていきます。鉄は曲がりますし、杉は柔らかい木材なので多少のズレは問題ありません。穴開けが終わったらワイヤーメッシュを金槌で叩きながらはめ込んでいきます。上部の木材も取り付けていきます。もし入りにくかったら金槌でワイヤーメッシュを軽く叩いて位置合わせをします。ワイヤーメッシュのラインと木材がだいたい平行になるように合わせていきましょう。ボンド付けがね、必要だと思ってたんですが、なくても強度がありそうだったので、省略しました。奥の部分を同じように取り付けていきます。ワイヤーメッシュの角部分は溶接しようと思ってたんですが、こちらも十分強度がありそうだったので省略しました。それとですね、買ってきた木材の長さが足りませんでした。とりあえずはあるもので製作してます。特にホームセンターが遠い方はですね、安い材料に関しては1割2割ほど多めに買っておいた方がいいかもしれないですね。次に柱を取り付けます。上下の木材同様に穴を開けてワイヤーメッシュに打ち込みます。その後ビスを打って補強します。表からは見えない場所に図のように上下1本ずつ斜め方向に打っていきます。
最後に底面に傷防止パッドを貼れば完成です。はい、撮影しながらの作業だったんですが、なんとか1日で完成できました。個人的にはですね、このワイヤー部分の曲げが綺麗にできてよかったです。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ストーブの囲いとして制作をしましたが、例えば、ペットのケージとか、あとは部屋を仕切るゲートみたいなものにも、応用できるかなと思います。加工自体はですね、電動工具を使うところは、ちょっと難易度の高いところもありますが、手動の工具を使えば初心者の方でも、この動画を見ながら制作できるかなと思います。ぜひですね、参考にしていただいて、挑戦してみてください。